寂しい女の吹きだまり。レイジさん、レイジさんらしくありませんよ。まだトモミのことを気にしてるんですか。所詮俺は垂れ耳のぬいぐるみだ。そんなこと言わないでくださいよ。新人面接の時間ですけど。今度は北へ行ってみるか。ギョーでーす。俺レイジさんみたいに酒もんでもジャブジャブやっちゃって、その上お金ももらっちゃって、恋のガイガーカウンターも振り切っちゃうみたいな感じで、よろしくお願いします。俺が羨ましいなら俺がしてきた苦労も羨ましがるんだな。仮面マンです。カルセンブームが来てるって聞いてきたんですけども。程がある。デビル猫です。僕医者から不規則な生活ダメって言われてるから、9時5時で働きたいの。帰れ。すいません、来週もう一人面接に呼ぶんで。俺を超えるやつがいるとしたらあいつだけだ。え、早くこっちへ来い。ムサ。タレミミ先輩、またお願いがあって来ちゃった。え、何。ムサコツさんにピンドン10本いただきました。ありがとうございました。サーターアンダギーですか。そう、サーターアンダギー。俺大好き、サーターアンダギー。美味しいよね、サーターアンダギー。ドンキ様、レッドからお電話です。今忙しいのに。あ、もしもし。あのレッドさん、すいませんが5分くらいしてからかけ直してもらえますか。今サーターアンダギーをあげている。意味わかんねえこと言ってるとぶっ飛ばすぞてめえら。何をあげてるって。あ、いえ、沖縄のドーナツサーターアンダギーをですね。あ、火止めといて。はい。聞いてんのか。はい、もう平気です。で、ご用件は。ちょっと聞くけどよ、今月の26日俺を襲う予定あんのか。26日ですか。ああ、26日は組織のみんなでスーパー銭湯に行くので、レッド様眼中に。いえ、襲う予定はありませんけど。本当だな。絶対襲うんじゃねえぞ。襲ったらいつもの10倍殴っからな、確実に。わかってます。はい。26日は何か用でもあるんですか。うるせえ。てめえには関係ねえだろ。わかった、絶対襲うんじゃねえぞ。絶対だぞ。ああ、もうあれほど念を押したのに、ほんま脳みそカニみそか、てめえらは。いえ、だっこ。うるせえ、なことどうでもいいんだよ。こんな忙しいのに。ったく、電話で言ったよな、絶対26日は襲うなって。いや、私も襲うつもりはありませんでしたよ。ありませんでしたけど、でもレッドさんがあんまり襲うな襲うなって言うから、逆に襲わないといけないのかな。お笑いの前振りと同じすんな。何を俺のせいにしてんだよ。あ、ジャケットがシワになりますよ。それが嫌だから襲うなって言ったんだ。死ねーレッド。あー、てめえ何炭吐いてんだよ。シミになっちゃう。すぐにご飯のりで炭抜く。何かご飯のりだ、てめえ。痛い。もう手間はかかりますけど、それが炭には一番効果的なんですよ。効果的な嫌がらせしやがって。やべ、もうこんな時間だ。早く迎えに行かねえと。どなたをお迎えに。かよこの母親が田舎から出てくんだよ。あいつ仕事だから俺が代わりに迎えに行くんだよ。かよこさんのお母様が。あー、美味しそう。はい、取って取って。2種類あるから、サーターアンダギー。黒糖が入ってるのと白糖が入ってるの。すげえ。お、レッドさんにもあげよう。サーターアンダギー知らないみたいだから。どっちあげちゃいます。黒糖の方がコクがあるからこっちにしよう。レッドさん。あ、ちょ、サーターアンダギー。あ、私のサーターアンダギー。あ、すいません、レッドさん、今新しいの出しますんで。いや、参った参った。お前はドーナツ追いかけてそのまま沖縄にでも行っちまえ。っていうか、お前らなんでここにいんだ。え、決まってるじゃないですか、かよこさんのお母様に会いに。なんでだ。だって日頃お世話になってるかよこさんのお母様ですよ。お前はその考え方が悪の組織として適切かどうか客観視しろよ。パンプ様。何、イチゴ。僕ら帰りましょうよ。え、なんで。私だって会いたいのに、かよこさんのお母様に。今日のところはレッドの顔を立ててやりましょうよ。え、
小綺麗な格好をしているところを見るとどうやら初めて佳代子さんのお母さんに会うようですし、え、じゃあレッドさん心細いんじゃないの？やっぱり私たちがいた方が。彼氏としてもプライドがあるんですよ。あったんだプライド。バンプ様より先に会いたいんですよ。あ、そうなの？あ、そうだ、私お肉買って帰らなきゃ。たっとならないんで痛いっつって、すいませんが一人で痛い、待って痛い痛い、いやちょっと本当に痛い方が勝ってる、今痛い、みんな行こっか早く。あ、痛い。ママだ、結婚したい。 あ、確か土曜ミステリーやってたよな。結婚したい、やっちゃいなよ。ヘルウルフはラーメンを注文してから30分以上待っていた。遅くなってすいません。お前このちょ、お詫びにこちらチャーシュー麺にしておきましたんで。お前チョキ。バラ300を2つくれる？はい。バンプ様、コロッケが特売ですよ。じゃあそれも買っちゃう。やった。くそ。そりゃさすがに経費では落ちないよ。ごめんね。落ちないっすか。ミゴは調子いいな。あれ、レッドじゃない？まだいますね。あれから1時間以上経ってるよ。レッドさん。ああ、まだ会えないんですか？またお前らかよ。3時半の約束だったんだけどな。いや、それはおかしいですよ絶対。お前肉買ったんだろ、早く帰らなくていいのかよ。ああ大丈夫です、今日寒いし一緒に冷凍のもつも買ってるんで、その冷却効果も期待できますんで。本当に俺がてめえらの肉の心配してるわけねえだろ。ねえレッドさん、あの人、あ、佳代子さんに似てませんか？もしかしてお母様じゃ、さっきから誰か待ってるようですし。確かにさっきからああしてるけどよ。似てっか。似てますよ、目元なんかそっくりじゃないですか。そう言われれば鼻も似てますね。口元も。絶対そうですよ、何やってたんですか今まで。ほら早く行ってきた方がいいですよ。そうか、早く。おう、ああよかった。よかったですね。ほら私の言った通り。違うじゃねえか。あ、もしかして南部線には武蔵溝の口以外に武蔵新城、武蔵中原、武蔵小杉ってあるじゃないですか。ああ、武蔵違いで別の駅で降りちゃったんじゃ。ありえる。それレッドさん、てめえらスーパー銭湯でもどこにでも行けよ早く。佳代子さんに電話してみたらどうですか？何か変更があって事情を知ってるかもしれませんよ。佳代子は仕事だって言ってんだろ。ちょっと待ってくださいね。そろそろ寒くなってきたんですからね。あ、もしもし佳代子さん、私は。なんで佳代子の携帯番号知ってんだ。うん、レッドさんと一緒なの。変わる。ああ、俺、あのな、まだおふくろさんには会えねえんだけどよ。え？あ、おう、おう、ああ、わかったよ。あ、ああ、じゃあな。これどうやって切るんだ？あ、私がやります。いって。東京の佳代子の姉さんからよ。お姉さん？今回はうちに泊めるからって電話があったんだってよ。ああ、そうなんですか。はあ。よっしゃ、お前ら飲みに行くぞ。今だから言うけどよ、すげえ気が重かったんだよ佳代子のおふくろさんに会うの。親父、ビールも一本。はいよ。あの、もうそれだし3回目なんで。そりゃ今の関係じゃ会いにくいですよね。複雑だよな。よっしゃ、もう一軒行くぞ。あ、ちょっと、レッドさん、天体戦士3連伝。これは、神奈川県川崎市で繰り広げられる善と悪の戦いの物語である。